ナーは最近無塩石のものを使ってます。はい、今日のアイシャドウはこちら使います。浴衣に合わせてメイクしたいなと思って、マキアージュのねちょっとくすんだグレージュカラーのアイシャドウを使おうと思います。私は新しく浴衣を買いました。浴衣のセットは浴衣と帯とこの下駄ですね、この3点セットでした。ヘア飾り、あとカバンもね新しく購入しました。こういう浴衣に合うようなカバンを持ってなかったので、すごいこの色味大人っぽくていいなと思って、今年はこんな感じで揃えてみました。はい、こんな感じで仕上げてもらってきました。着付けとヘアセットはちょっと家の近くの美容室、よくねヘアセットお願いしたい時に行きつけのところがあるんですけど、そこでお願いしてきました。久々に、浴衣買うから、これからいくつになっても着られるようなデザインがいいなと思ってちょっと選んでみました。白地好きなんですよね。このバッグも可愛い、買ってよかった。しかもこの中に巾着があるんですけど、結構ねたくさん入りそうなんですよ。そう、なんか浴衣のカバンってすんごいちっちゃいイメージなんですけど、これはたくさん入りそうで、これも買ってよかったです。同い年組たちとクルージング行ってきます。すごいね、なんか色が豊か。わーお、危ない。チョコミントだって、これ。
で、ダブル、あ、間違えた、チョコミントロール、うん、梅うどんだって美味しそうじゃない？え、カレーうどん？梅うどん、梅うどん、カレーうどん梅、え、梅なんだこのピンクは。美味しそう、いただきます。楽しかったね。楽しかったよ。おばさん、しゃべり倒してたね。しゃべり倒してたね。あっという間に終わっちゃったね、だから。早かったね。だって2時間、まあ2時間、1時間半くらい、そうね、乗ってたけど、あっという間に着いちゃいました。本当カフェ飲みの語りしたね。海一切見てない、海一切見てない、マジで個室のお店で語ってましたみたいな。ただ乗ってるだけ。あ、そういえばうちら浴衣だったじゃんっていう、写真撮らなきゃっていう最後の最後に駆け込みで。え、降ってる？それはやばいよ、多分。にご飯あげて。
帰りましょう。